横浜選挙前景横浜選挙はかつて横浜市にあった造船所。後に三菱重工業と合併し三菱重工業を横浜選挙となる。その後、三菱重工業横浜造船所に名称変更。さらに1983年に造船所が本木地区へ移転し、三菱重工業横浜製作所と改名。後地は横浜港未来21として、 再開発された。ドライドック2機は敷地内に残され、国の重要文化財に指定されている。イギリス人医師、パーマーは、港湾の発達には、選挙、倉庫などの付帯設備の充実も不可欠であることを解き、それを受けて、渋沢栄一と地元の財界人らにより、横浜選挙が1889年に設立された。計3機の船舶修理用ドックが建設され、 当初は、艦船の修理整備を主に手掛けた。その後、艦船建造も始める。北米航路の中型客船氷川丸や大型客船秩父丸などを建造、海軍艦艇も若干数建造している。1935年に、三菱重工業と合併、三菱重工業横浜選挙となる。さらに、 1943年には三菱重工業横浜造船所と名称変更、横浜選挙の名称は消えることとなった。1960年代に入り船舶の大型化に対応できなくなったこと、小型船舶の修繕は中小造船所へ移行したことにより、ドックの需要が低下し、使用を停止した。造船所も1980年により、本目、 金沢地区へ移転を開始し1983年に移転完了、閉鎖された。現在の1号ドック、日本丸メモリアルパーク現在の2号ドック、ドックヤードガーデン、ありがとうございます。